はい、今日もあなたと百姓天国、本日は9月の8日、第2週のねお野菜セットのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ということでね、9月は羽坂行き本番でございますね。9月の第1週、羽坂行きというのがね年2回あるわけですね。春野菜、冬野菜が終わる3月の終わりぐらいから4月、これがね、最初の羽坂行きです。今ちょうどね8月9月この辺りというのが夏野菜が終わって秋冬へと変わるこの時期を、これが2回目のね、羽坂行きです。年2回あるわけですね。こうやってね日本には四季がありますので、この羽坂行きね、普通に皆さんね、家庭菜園などでお野菜作っていれば分かりますけれども、お野菜がない時期に入ってくるわけですね。ということで、はい、それでもね我が農園は羽坂行きだからといって品目が少ないとかね、そういうことはありませんので、基本的にはまあ量も質もね基本的にはあまり変わらないと思います。はい、ということで、今日もね12品目以上ちゃんと入ってますのでね、ご紹介させていただきます。葉物ですね、葉物は今日5品入ってますね。夏の葉物とそして秋冬の葉物とね2種類を組み合わせて葉物を作っております。はい、まずは上からいきましょう。レッドマスタードね、秋の葉物ですね。生サラダで食べるレッドマスタードです。そして、秋の葉物、秋の葉物ルッコラですね。はい、ルッコラ今日2番手が取れ始めました。ちょっと量は少なく見えるかもしれませんけどね、ルッコラってそんなにたくさん必要ありませんからね。生サラダレッドマスタードと一緒にあえてもらえればね、大丈夫かと思います。そして葉大根ですね。はい、葉大根ね、もう結構な大きさです。量的にもねがっつり入っておりますね。ザクザク切って味噌汁に入れてもいいですし、鍋にしてもいいですしね。ということで、秋の葉物はね3種類入っております。葉大根ね、こんな大きい葉大根なかなかね、市場にはないかなと思うんですけど、葉大根、レッドマスタード、ルッコラ、秋の葉物が3種類入っておりますね。そして夏の葉物、モロヘイヤ定番ですね。はいはい、9月いっぱいまではねモロヘイヤも出せるかと思います。そしてはい、空心菜ね、空心菜まだまだいけますね。はい、夏の王道ですね。はい、空心菜とそしてモロヘイヤね、これが夏の葉物 2品種入っております。はい、で葉物はね秋の葉物3種類とで、組み合わせて5種類ね、ちょっと葉物多いですけれどもね、それでも一つはね量が少ないですし、ルッコラなんかこれ1回でね食べきれますので、そんなに大した量ではないかなと思います。はい、そしてね見ていただければ、芋とねかぼちゃと、が中心ですね。ほんのちょっとだけねおまけでナスがねちっちゃいのだけねちょっと取れてますね、おまけで入れておりますね。はい、ナスです。そしてししとうですね。はい、ししとうが入っております。これもねおそらく今週あたりで終わりかなと、来週からね、もしあれでしたらば島オクラが入るかもと、そんな感じですね。はい、そしてあとは芋、重いものが下にね入っております。じゃあかぼちゃ3種類をご紹介しますね。まずはい、そうめんかぼちゃ1個ゴロンと入ってますからね。そうめんかぼちゃ、そしてコリンキーね、大きいの買って大きいですからね、半切りで。はい、そうめんかぼちゃコリンキーですよね。そして、栗かぼちゃ普通のね、はい、栗かぼちゃが半切りで入っていますね。これだけでも結構ね、ボリューム感あると思います。そして、芋類が3種類ですね。はい、さつまいも初出荷ですね。さつまいも9月といえばさつまいもの季節ですね。さつまいも入っております。紅あずまですね、品種は。はい、そして、男爵に、そして、あんですね、ミニあんです。このままね皮を剥かずに使えるということで、はい、芋類、男爵、ミニあんです、そしてさつまいもとね、芋3種類入っておりますということで、これ何品です？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13品も入ってますね。はい、ということでね、まあ、かぼちゃちょっとね、量多いけどね、そうめんかぼちゃは、生サラダでね、
酢醤油とかと、食べられますので、このレッドマスタードとかね、ルッコラとあえてもらってもいいですしね、サラダで。でまあコリンキーとね、栗かぼちゃは似た感じですけども、コリンキーはねフライパンで炒めてもらった方が美味しいですからね。それで栗かぼちゃは普通に煮込みとかでね、はい、いけると思います。さつまいもね入りましたですね。はい、ほんの少しね届いてから置いてもらえると甘さ出ますんでね、はい、それで少し甘くして食べてもらってもいいかなと思いますね。ボリューム的にはね恥ずかしいですけども、しっかりあると思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。書いてみましょうか。はい、今日ねたまたままだ台風がね来てますんでね、ちょっと優れない天気ではあるんですが、はい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 、はい、ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、線を引っ張るのね片手だと。今日が9月の8、金曜日ですね。それでもって、ナスが少量ですね。長ナス少量ね。そしてししとう、そしてオクラナイゲンで葉物ですね。モロヘイヤ、葉大根、エンサイで、ルッコラ、葉物、葉大根、エンサイ、ルッコラ、あとなんだっけ、ルッコラ、レッドマスタード、葉大根、モロヘイヤ、なんだっけ、モロヘイヤ、葉大根、エンサイ、ルッコラ、レッドマスタードか、レッドマスタードね、レッドマスタードで3種類ですよね。そうめん、コリンキー、そして栗かぼちゃで、初出荷でさつまいもで、男爵でミニアンデス、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、ということでね、はい、じゃあ戻していきましょう。さつまいもね、そして男爵、そしてミニアンデス、そしてそうめんかぼちゃが1個ねゴロンで、これが結構ね重いので、はい、そしてコリンキーね、うまくこう入れていかないとね、はい、こんな感じですね。に、そしてししとうをここのスペースにね差し込んで、あと刃物をねうまく入れていきますね。ちょっとね箱をね、この時期夏専用の刃物でちょっとねワンサイズほんの少しだけ小さくねしておりますね。ナス、そしてモロヘイヤ、そしてレッドマスタードに最後ルッコラね、はい、こんな感じですね。はいはい、ということで、へい、9月のね第2週のお野菜セットのご紹介をさせていただきました。それではまた。